はい、皆さんおうとぅというわけで、今回も海外で紹介されているゾンビで使える武器を紹介していきたいと思います。いつもねライブ配信とか遊び来てくれて本当にありがとうございます。あとたくさんの高評価と、アンケートの答えと、あとメンバー登録とスーパーチャット、いつもありがとうございます。活動の励みになっております。というわけで本編へ行ってみたいと思います。はい、で今回紹介する武器はテンパスですね。アサルトライフルになっております。まずはバレルの紹介からですね。18タック 2L となっております。次にレーザーの紹介をしていきたいと思います。レーザーは SSSOLEV レーザーですね。次にコームの紹介です。 LTX エクリプスですね。はい、次にグリップです。 FLT22 です。はい、でマガジン数は60ラウンドマガジンとなっております。はい、まずはねリコイルどんな感じか見ていきましょう。まあこんな感じですね。若干右上に上がっていくって感じですけど、全然扱いやすい銃だと思います。はい、次にね早速パックアパンチ1の状態でエリア1のマングラーを倒していきます。ツールは使っていない状態ですね。はい、ワンマガジンで仕留めることができました。なかなか強いですね。次にミミックとなっております。はい、というわけで余裕で倒すことができます。次にパックアパンチ2にしてエリア2へ行ってみたいと思います。さあパックアパンチ2にしてエリア2のバウンティー契約をやっていきます。今回はマングラーが相手ですね。では見ていきましょう。はい、これぐらいの火力となっております。エリア2でも全然余裕で戦えます。次にソロプレイヤーには天敵のディサイプルを相手にしていきたいと思います。はい、こんな感じで勝つことができます。次はパックアパンチ3にしてエリア3へ行ってみたいと思います。さあエリア3のバウンティー契約マングラーですね。どれだけ通用するのか見ていきましょう。体力の削れ方も問題なく戦えてますね。さあ次にディサイプルですね。バウンティー契約のディサイプルと野生のディサイプルが2体いる感じですね。それでは見ていきましょう。
はい、無事ね勝つことができました。スペシャルゾンビ2体いましたが全然戦えましたね。さあそして最後に超カオスな状態になってるんですけど、メガちゃん2体に、スペシャルゾンビが複数、そしてゾンビ多数という、モンスターハウスね入ってる状態なんですけど、これでも通用するのかというのを見ていきましょう。はい、こんなねすごい過酷な戦いでも乗り切ってくれる武器となっております。残りの弾が4発っていうね超ギリギリだったんですが、メガちゃん2体にスペシャルゾンビ複数相手にすることができました。というわけでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。参考になったよという人は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。夜8時からライブ配信もやってるのでぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、おいとぅ。